今日からなんですけど、釣りにあまり行く時間がですね非常に少なくて、これだったらまあ短い動画だけど、まあ釣りして動画をアップできるんじゃないかなと思ってちょっと考えたことがありまして、まあ簡単に言うなら一番家から近い釣り場でバスを釣る、それが手っ取り早いんで、はい、まあ日も長くなったんで夕間詰めの1時間とかでもしていこうかなと考えました。なんで今日は釣りの動画じゃなく、これからその、まあ、週に2回とか夕間詰め1時間とかこういう釣りをねやっていく中で、まあ難しいポイントになるんですけど、釣れたらでかい、まあ前から知ってるんですけど、釣れればでかい魚がいる場所ですね、挑戦する場所は伊勢里川という川なんですけど、今日はねちょっとなんていうかな、久しぶり来たっていうのもあるから、まあポイントだけ紹介して、次そのチャレンジするときにどう立ち回るかとか、そういう動画を今から上げようと思います。ってことで、もうあともうやがて7時になるので、今日は軽くその釣りする川を撮影していこうと思います。はい、そんな感じで、人は誰もいないですね、日曜日の夕方っていう。じゃあ撮っていきます。今こうやって来てるとこが、まあ僕の中じゃ中流域、こっちに行くと上流下流っていう形で、まあやっていこうと思います。ここはね、ちょっと橋脚があり、今日は流れてないんですけど、普段はね結構こっから水がドバドバ流れてます。まあ見る感じかなりここは浅いと思うんで、はい、魚はねバスの個体数はね多分少ないと思うんですけど、他の魚もねいろいろいるとこなんで、何が釣れるかわからない、そんな感じになってます。ちょっとじゃあ向こうの方行ってみようか。よいしょ。足場はねめちゃくちゃいいんですよね、釣りはしやすいような感じになってます。こんな感じで、まあ昔よくここであの大型の鯉をねパンで狙って釣ったりとか、そういうこともよくやってましたね。スベン君と出会ったのもこの川で出会いましたね。たまにやっぱ釣りに行くけど、なかなか思ったように魚が釣れないんで、だったらと思ってこういうちょっと企画じゃないですけど考えてみました。釣れると面白いですけど。で、橋脚周りのこっち側、まあ浅いのはわかるでしょ、見ての通り。で、行くとあそこに水門が一箇所、わかるかな、水は出てないみたいですね。普段はね出てるんですけど、ここは出てませんね。ベイト級はかなりあります。じゃあちょっと別の場所をね見に行きたいと思います。いやー、やっぱいろいろとね忙しい時期でもあるんですけど、好きなタイミングに好きなタイミングで釣りに行くっていうことが昔みたいにできなくなってきてるんで、もうやっぱ行かないとねバスも釣れないんだろうね。まあ温かい目で見てくれたらありがたいと思います。実際釣れたという情報を結構聞いてるんで、そのうち釣れれば最高です。
今自分が向かっているところは、先ほどのところから車で少し下流の方に来ました。まあ、5分もかかんないぐらいで、はい、まあ下流、僕の動画内じゃ下流行きと言います。下流って言ったらここ、この場所を覚えとってください。はい、ここもね、足場は結構しっかりしてて、まあ、釣りはしやすいですね。はい、こんな感じ。いそうでしょ、流れ込みもある。わかります？多分ね、浅いと思います。こっちはこういうとこにね、何か魚が入ってたりとかしそうじゃないですか。なんか対岸の方にちょっと見えますね、流れ込みあります。でこう行くと、はい、ウィードが結構生えてます。水中はウィードが多いですね、あの辺り。あとあっちの方は橋脚と足、多分対岸の方に行くと 水深も結構あると思います。1メートルはないと思うけど、生命感が溢れてますね。こんな感じで下流です。ルアーが2つ3つ引っかかってます。やっぱみんなやってるんですよ、釣り。電線見ればわかりますから。ここは、今下流域から車で、いや徒歩1分2分登ったとこ。ここは結構なんかでかい石とかが、わかるかな、水の川の真ん中とかにね、でっかい岩がいっぱいあります。こんな感じ。ここは、対岸は流れ込みがありますね。はいはい、雰囲気としてはね、良さげ。でもちょっと水が少ないね。けど多分なんかいそうだ、バスはいると思うよ。足場はちょっと草が多いんで、長袖長ズボンで今度厳しいでしょうね。そしてまた橋脚、橋脚いっぱいあるんで、ね、めっちゃ跳ねてる。なんかなんだろうね、キチガイのように跳ねてる。あそこの周り釣れそうっすね。橋脚の下のあの石でせき止められてる、あの左側、よさげ降りれるかどうかが問題。わかりますか、釣れそうよね。はい、さっきの裏側ですね、意外に降りれそうな感じする。そこはね、普通に釣りができる、この橋脚で。釣り側でもこの辺りは多分あまりやったことないんで、なんか釣れそうな雰囲気がします。でもちょっと暗くなってきたんで、とりあえず今日はね、この下流域見れたんで、次はね、上流の方もね、こんな感じで撮影して、そうね、やっぱ短時間の長考なんで、無駄なポイントっていうかね、動きはできないんで、まあこうやって下調べして、気になったところで釣りをしていくって感じで。まあ日が長いんで、日が長いうちはこれできるんで、やっていこうと思います。じゃあ次は後編、上流編で。散歩してる人が結構いるんですよ。変な目で見られますね。こうやって自分で写
喋りながらうろうろしてると。まあまた、そうっすね、まあやってみないと分かりませんから、また細かいところはまた動画で告知して、まあ、とりあえず下調べ動画、これ第1弾なんで第2弾まで出して、実際釣りをしていこうと思います。はい、帰ろう。